アレン・ロレンズ・ポロックは、アメリカ合衆国コネチカット州、トランド軍ヘブロン出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称はポロ。2009年の MLB ドラフト一巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。2011年は、スプリングトレーニング中の守備で、ダイビングキャッチをした際に、右肘を負傷。 シーズン全休を余儀なくされた。オフの10月に開催されたグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2012年4月18日にメジャーに昇格し、その日のうちにメジャーデビューを果たした。28日にはフィラデルフィアフィリーズ戦でジャスティン・アプトンの代打でメジャー初安打を記録した。 2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意した。2015年は157試合に出場し、自身初の規定打席に到達すると打率315.20本塁が76打点39盗塁の好成績を残した。特に打率はリーグ5位盗塁数は同4位192安打は、 同年首位打者のタイトルを獲得したディー・ゴードンに次ぐ2位だった。2016年は右肘の骨折によりシーズンの大半を棒に振った。2017年8月17日に通算500アンダーを達成した。2018年10月29日にフリーエージェントとなった。2019年1月26日に ロサンゼルスドジャースと4年総額5500万ドルの契約を結んだ。2020年は自身初めてワールドシリーズ優勝を経験した。2021年5月15日に左ハムストリングを負傷し10日間の故障者リスト入りとなった。ありがとうございます。